花びらが風に散り急ぐように、時の流れの中に人知れず一生を終えていく蒸気機関車、その姿には杉氏妃の忘れがたい思い出がしっかりと刻み込まれています。ここは鳥取県の米子から美保湾に沿って走る境線の境港駅の構内、いそいそとそしてこまめに働き回る C11 です。蒸気機関車がだんだん姿を消す、このことがファンからファンの耳に伝わり、やがて消えゆくものを惜しむという感傷が思いがけない大きな輪になって一般の人々の心を捉えました。そしてその感傷の輪はまたいつの間にか熱っぽい SL ブームに生まれ変わっていったのです。このブームの最中にあって晴れがましい舞台を用意され、拍手と歓声に送られて引退していった機関車も少なくありません。でもその一方には黙々として走り続け、また黙々として消えていく隠れたヒーローもいます。道の奥の秋に溶け込むように乾いた汽笛が山あいにこだまする。自然のすべてがひたむきに走る蒸気機関車の音に聞き入っている。山の向こうから機関砲の C11 が来た。通い慣れた線路の上で昔なじみの会津なまりを聞きながら、小回りの利く車体を弾ませて駅に入る。昭和の初めから21年にかけて作られた381両のタンク機関車の一つ。遠くで見ても近くで見ても、前から見ても横から見ても、蒸気機関車は美しくたくましい。人間の作った機械の中でこれほど人間らしい個性的な機械はない。がっしりと組み合わせ積み重ねられた微塵の緩みもない鉄の構成、黒い腕、光った足がやがてメルヘンの世界へ運んでくれる。
C11 は朝もやの光の中へ時間のレールを走り出していく。C11 としっかり手をつないだ後ろの箱はたくましい蒸気機関車の動きに全てを任せきってゴットンゴットンと揺れる。峠を越え山あいを縫い谷川を渡りダムに沿って只見川を行く C11 には貨客混合列車がよく似合う。C11 はやがて待ち構える美しいアーチ型鉄橋を渡ってゆく。映る車窓の景色とともに機関車の安らかな響きが幼い頃のゆりかごのリズムを伝えてくれる。機関車っ子はおらがとっさを乗せていった。とっさが死んだらオラは乗せた。オラの後には誰乗せる。蒸気機関車っ子よ、いつまでも走ってけれ。とっさと一緒にオラは見とる。確かに決定版ともいえる蒸気機関車の名場面が醸し出す迫力は見逃せません。でもそれはそれとして、素朴な風景の中にしっくりと溶け込んでのんびりとした表情を見せている機関車の味わいもまた捨てがたいものがあります。とある小さな駅に入ってきたこの C11 をご覧ください。機関車は後ろ向きなんです。誰も気にしません。誰も咎めようともしません。ご本尊の機関車も当たり前のような表情でまたごとごとと音を立てて去っていきました。